リビングは大韓民国における政治家。1958年に行われた第四大総選挙で初当選した後、国会議員を通算6期務めた。その間、国会副議長や第五共和国時代における最大野党であった新韓民主党の総裁を務めるなど、権威主義時代の韓国における代表的な野党政治家として活躍した。 1915年9月15日、中世南道清州で生まれる。日本の明治大学法学部を中退後、朝鮮に帰国。解放後の1946年に中北新法の営業局長となり、48年に故郷である清州の市議会副議長となった。1958年に行われた第四大総選挙で初当選。 1960年4月の4.19革命で自由党政権が倒れた後に発足した民主党政権における国務総理指名問題に端を発する党内対立をきっかけに柳鎮山など旧派政治家が民主党を割って結成した新民党に参加した以降柳鎮山の片腕として活躍した1974年4月に柳沈山が病死した後 劉いたす松と共に、四字道同友会を率いた。1976年、当時の最大野党である新民党が、大政府強硬派の金四三総裁と恩賢派乗り、鉄将に分裂した際、金四三側について、政治的関係を強化した。1980年5月の5.17、クーデターによって、政権を奪取した、全都間ら新軍部勢力が制定した。 政治風土刷新のための特別措置法によって政治活動が禁止されると同じ禁止対象者らが集まって結成された民主参画会の会長となった。その後、全都間政権の処位、国民は合措置に基づいて政治活動禁止措置が解除された旧新民党政治家によって1985年1月に結成された新官民主党の総裁に選出された。 新民党結成から1ヶ月足らず後に行われた第12大総選挙ではソウル市小6中区選挙区から出馬野党ブームの先頭に立って新民党躍進に貢献した。しかし前途間政権末期の1986年12月民主化措置を前提とした与党民主正義党の議員内閣制会見を容認するリビング構想を発表したことをきっかけに 金ヨンサムと金大中が新民党を割って統一民主党を結成したことを受け政界引退を表明した。以後は政治に関与することなくサムヤンドーの自宅で過ごし、2004年12月9日に死去した。ありがとうございます。